ガンモドキはい、どうも、ネビルです。ギャーマ版ティアテーゲッター。いきなりですが、皆さん、現環境の最強ゲッターといえば誰でしょう？うん、そうだね。カイドウですね。じゃあ、2位といえば誰？はい、その通り、キングでございます。まあ、1位にこれ入れ替わってもいいぐらいだけどね、同率って感じですかね。では、第3位は誰でしょう？うん、そうだね。内井竜ソップだね。もしくは、おでんヤマトあたりだね。さあ、ここから本題です。では皆さん、8位か9位ぐらいだったら誰でしょう？はい、そうですね。レイリーさんでございます。はい。はい、まあ僕がですね、個人的に、実は一番好きなゲッターがこの若レイリーちゃんですので、今回この若レイリーの強さを皆さんに知っていただきたいなと思ってるんですけれども、いや、このおっちゃんは、実はですね、もう、環境下がったり上がったりすごいメンヘラなおっちゃんなんですよ。つい最近までね、まあシャンクス環境だった時までは、もうね、ゲノゲだったんですよ。もう全く使えたもんじゃない。ただね、最近やっぱオリンとかカイドウとかキングとかなんかごちゃ混ぜになってきたこの環境で、徐々にね、ランキングが上がってまして、ランカーさんの中でももう使う人がいるぐらいのところまで上がってきました。おめでとう、メンヘラじじい。ということで、このメンヘラじいちゃんをですね、しっかりと皆さんのジャスカイを取りながらですね、今回使っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、来ました。ウォーターセブンですね。非常にレイリーとしては戦いやすいステージとなっております。まあ、レイリーさんこれ、いることによって、何がいいかというとですね、これ、相手が例えばシーハタとかで乱戦起きるじゃないですか。容易に、はい、マムいますけど、容易にこういうね、フルゴラタが打てないんですよ。はい、ここは、はい、こういうとこですね。はい、こういうのがあるから、なかなかね、オリンがね、スキルを打ちにくいんですよね。はい、今打ったらレイリーちゃん俺みたいな感じでね、はい、ちょっとあそこら辺大丈夫かな？そろそろ行きますか？はい、ここで、バチコ、あれを行きたかったな、あれ打ちたかったな、マジで。さあ、バチコ行っといて、あ、そっち行っちゃったのね。オッケーオッケー。じゃあ、これ抜いていきましょうか。そう、だからね、レイリーがいることによって、オリンがね、容易にスキル打てなくなるってね、このね、作用がね、非常に、味方にとってはプラスに働きますからね。はい。やっていきましょう。あー、キングちゃん頑張ってるね。オッケーオッケー、いいよいいよ。今これ4-1でキープできてるのはめちゃくちゃいいですね。はい。この状態をなるべくキープして、しかもブーストが来ると。いや、これは素晴らしいパターンですね。ちょっと攻めにくいな。攻めにくいんで、まあ、一旦シーハタ戻りましょうか。はい。ちょっともったいないですけどね。ブースト中なんで。まあ、一旦いいでしょう。この4-1をキープしたら、後部も来るでしょうし、いい感じだと思います。で、これ、結構ね、よく聞かれるんですけど、ジャスカイどうやったらできんねんという話なんですが、正直、通常攻撃は、もう遠距離の敵にしか狙わなくていいかなと思ってまして、オッケー、危ないね、なんか。思ってまして、もう、ちゃんと、避けやすいスキルね。はい、スキルを判断して、こういうのね、こういうの、ダッサ。ダッサ。まあまあね、今、あります、あのね、こういうのをしっかりと避けていくべきというね、はい、感じではございますが、あれ取るでしょ。で、あ、まあ、これはしゃあないですね。はい、これはまあまあ、いきますと。で、多分あれなんかヘブンリッチ来るからバチコの来といて、まあ、こういうね、ちゃんと受けやすい、スキルをしっかりと狙っていくべきかなと思いますので、正直ね、もう、通常攻撃とかは狙いに行ったら回避ね、あんまりこう、成功しないことの方が僕も多くて、やっぱあれ勘というか、相手を見定めるってのがめちゃくちゃ大事だと思いますね。あ、あの人結構通常攻撃いきなり打ってくるタイプだなとかっていうのは、うん、なんとなくね、癖が分かってくるもんなんで、さあ、ここをしっかり行こうか。後ろも来てるから、ここバチコン打っとくでしょ？打っとく。で、ここら辺で、バチコン！オッケーオッケーオッケー。で、バチコンって言って、で、もう一発バチコン！さらに、バチコン！これ3連発決めたかった！これは3連発決めたかったね。さあ、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回。ここ、守りの、ゾロの通常を合わせやすいですから。はい、ここ、待ってね。大丈夫。はい、ここ、やった。で、ここ、ピーヤノー。はい、次、ちょっとね、実況取れてなかったんで、後付けていくんですけれども、本当にさ、レイリー、毎回、ちょっとやっぱ環境上がってくるよね。本当に。っていうのもな、てか、シャンクスの環境が正直、きつすぎたのはあるよね。はい。で、まあ、これね、結構ね、乱戦の時って非常に、はい、こんな感じでジャスカイして、これさ、あるあるなんだけど、これ3つ目のジャスカイの判定が甘くなるのよね。今のジャスカイでいいよね、普通に。
なんかまあ、ジャスカイが続きすぎるとというか、ジャストカイヒーみたいなさ、あの、ポップアップというかさ、無敵状態のあれが出てる時って、なかなかこう、ジャスト回避になりにくいっていうね、感じがちょっとあるんじゃないかと。運営さん、これはあるんじゃないですかね、と私は言いたい。はい。で、あそこはまあ、キング見てる感じですね。はい。キング、なんかね、ゼファーは非常にね、ジャスト回避しやすいんですよね。ふんなーふんなー、そう、これとかね。ふんなーふんなーの2回目、今のね。はい。ふんなーふんなーの2回目に合わせればジャスト回避しやすいんで、で、あれ、キングはどうせスキル来るだろうと思って、スキルを、ああ、避けようと思ったけど、これアウトで、まあ、なんとかかんとかできたと。はい、いや、個人的にあれが来ると思ったよね。ババババっていう、連打攻撃ね。あの、飛ぶやつじゃなくて連打攻撃。で、これ、歌が来て危ないなと思って、歌ばっか見てますね。はい、で、ここ歌スキルやっといて、で、移動速度上がるんで、すかさずこれ裏行きますね。うん。こういうの大事ですね。だから、移動速度結構上がるっていうの結構でかいんだよね。その、ジャスト回避した後にね。で、こっちもこっちでブーストが来て、ブースト対ブーストになるんで、まぁ、ちょっとあれ取りに行こうかなと思ったけど、うわぁ、ちょっとカイドウ来てるなぁ、やめとこって感じ。うん、やめとこっつって一旦こっち行っといて、じゃあこっちの旗取るのを我慢、やろうかなと思ったけど、そうそう、マムが来てくれて一緒に取りましょうって感じですね。で、あとはもうこの A、B、C、こっちのね、自陣を守っとけばいいんで、はい、OK という感じなんですけど、まぁ、あとはなるべくここね、ここをいかに守れるかっていうところにあって、3対1かよと思って、ここで、回避無理だったんですよね。はい。なんかここら辺で回避出したら誰か いけんかなと思って、なんか相手さん結構上手かったね。うん。なんか、いや、俺らは絶対攻撃しないんだぞみたいな謎の連帯感があってね、めちゃくちゃ上手かったんですけども。はい。こういう回復不要になった時がね、めちゃくちゃしんどいのよ、レイリー。なぜならば、ジャスト回避したらね、てか敵をぶっ飛ばしたら体力回復できるんで、回復不能になった時は、まあ、しんどいんだよね。だから、あんまりカイドウとはやりたくないんですけれども、まあ、なるべくね、通常攻撃避けるためにはやりますね。で、これ、相手のキングさんが謎の動きで、なぜか初期旗に戻っていったんですけど、多分あれ、しくったんじゃないかな。なんか、たまにあるよね、あの、シャボンティとかさ、ああいうとこでさ、いや、俺これ上に上がりたくないのに、このシャボン玉乗りたくないのに、みたいなさ、時にシャボン玉乗っちゃうとか、めちゃくちゃないっすか。はい、その経験。なんかこの移動のところでも移動したくないのにっていうね、はい、めちゃくちゃあると思いますけれども。まあこれレイリーさんの、はい、味方さんのレイリーさんのナイスプレイでしたね。ありがとうございます。で、この試合はね、一つこういう立ち回りもありですよっていうのを一つ紹介しておこうかなと思います。はい、まあ何かというとですね、まあ一旦ここまでは普通になんかいろいろごちゃごちゃやってるんですけれども、2回目の相手の確か2番さんだったんだけど、オリンで確か登場するんですよね。で、今、1-4で負けてる状態じゃないですか。その時に、オリンが来て、どんどんね、旗をマックスに貯められたら、こっち溜まったもんじゃないんですよ。はい。まあ、今3人になったからいいんですけど、そう。で、相手2番さんがオリンになってます。じゃあ僕、旗、これ以上貯められないように、このオリンちゃんに、もうめちゃくちゃちょっと しつこくね、粘着質にカーマをみたいな感じで、B 旗と C 旗に行かせない、はい、みたいなプレイをずっとしようかなって思った立ち回りでございますね。はい、なので、このオリンからしたら、さっさと B 旗二陣三陣の貯めていきたいんですけど、なんか嫌なやつおるなーっていう感じだと思うんですよね。はい。まあ、ブルックがいるんでね、まあちょっとブルックちゃんにとりあえず貯めてもらってって感じではあるんですが、まあとにかく僕はこのオリンちゃんをね、行かせないと。はい。で、隙あらばちょっとキルしたいなみたいな感じでいますね。はい。で、はい、こんな感じでやっぱ行きたいんですよ。はい。やっぱ行きたいんだけど、もうブースト空いてきてるし、こいつしつけえなみたいな感じで多分いると思いますね、これ。かわいそうに。まあね、ゲッターなんだから、さっさと旗抜きに行けや、みたいなね、意見もあると思うんですけど、まあ自由ですからね、うん、誰がどう立ち回ろうが、正直正解はないですから、うん、まあまあ、こういう立ち回りもありなんじゃないかな、っていうふうにね、思いますけれども、まあこの時点で結構もう3人ぐらいこっちに集まっちゃってるでしょ、ブーストだったにもかかわらず。まあこれはこれでね、やっぱり、いいんですよね。相手からしたらほら、2番さんも任せろっつってるぐらいだから、もうお前らいいから、任せておけよ、みたいな感じなのよ。うん。だって他の、ね、ゲッター2人もこっちにね、ビスタとレイリーがいるのにもかかわらず、オリンもいますからね。はい、もう早くあっち行ってくれよ、みたいな。で、やっとオリンが行けた頃にはもう C 旗はうちで取っていて、結構溜まってるみたいな感じなんですよね。はい。残り40秒っていうところで、相手ブーストも来ないですから、なかなか多分こっから形勢逆転するのは難しいですよね。はい。で、もう残り30秒ぐらいなんで、まあこの辺りで構っててもしゃあないやつって、C 旗はとりあえず最後にね、守りに行くかっていうところで、一旦ビスタ KO しといたらシャンクスにやられてしまうと。
はい、いう感じですね。で、これちょっと危ないかなと思ったんですが、ゾロしか残ってないし、味方。いきなりちょっと死んじゃったなと思ったんですが、あのゾロさんがね、めちゃくちゃ頑張ってくれましたね。はい、5番さん。しかも、C ハターというか3ハター、すべて結構溜まってる状態だったんで、今、オリンとかが抜いてるけど、まだまだ抜けない状態にあったという感じで、最後ブースト来て終わりと。はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。ピリン。チャッチャッチャンネル登録を知ってほしい。それがネビル知ってほしい。